アメリカで感染が拡大する新型コロナウイルス、ニューヨーク州で1日の死者数がこれまでで最多となりました。新型コロナウイルスによる感染者数が増え続けるニューヨーク州では7日、1日の死者数がこれまでで最多となる731人に上ったと発表されました。人口が密集するニューヨーク市内では、これまでに4,000人以上が死亡しており、 2001年のの同時多発テロの死者数を超えました一方、新規入院者数や集中治療室に新たに入った患者数は減少傾向にあることからクオモ知事は感染のピークに差し掛かっている可能性があるとの見解を示しています。The the しかし、か依然、 感染者数が全米で圧倒的に多いニューヨークでは、仮設病院に加え、市内の教会も医療スペースとして使用する準備が進められています。また、全米で3番目に死者数の多いミシガン州では、医療スタッフの防護服などの不足が深刻化しており、さらに、全米の300以上の病院が人工呼吸器があったとしても、 操作するスタッフが足りないことに不安を抱えていたことが明らかになりました一方、アフリカ系アメリカ人の新型コロナウイルスの被害はより深刻でイリノイ州最大の都市、シカゴでは全体の人口の30%にもかかわらず感染による死者の72%を占めていますアフリカ系アメリカ人の感染率が高いことについてはトランプ大統領も 7日の記者会見でこの問題について全力で取り組むと述べ早急に対策を講じたいという考えを示しました。